それではですね、早速お招きしたいと思います。兵庫県は豊岡市の中貝宗春市長です。どうぞお越しください。皆さん拍手でお迎えください。入ったかな、はい、じゃあ皆さんこんにちは、豊岡市長の中貝です。今日はよろしくお願いします。今日よろしくお願いいたします。はい、中貝市長、後ろに人が映ってますが、その人は別に構わないんですが、その突起、鳥は何でしょう。コウノトリですね。コウノトリ、コウノトリ、豊岡といえばコウノトリ、コウノトリ、あの、そうですね、羽ばたくように職員らしき人たちも皆さん後ろからですね、今去っていきましたけれども、みんなでコウノトリを支えてきたということですよね。なるほど、面白いですね。まあ、その話もぜひ今日はさせていただきたいというふうに思ってます。まあ、聞いてみてくださっている方のために申し上げますと、はい、まあ、業界ではというとちょっと言葉はあれ変ですが、まあ、私も3年前まで神奈川県の横須賀市の市長を8年間やってましたけれども、こういった里山再生、あるいは里山との共存、自然環境との共存共栄、まあ、そういう文脈では必ず豊岡市が出てくる。私一度この里山推進コンソーシアムの活動を始めるにあたって環境省にご挨拶に行ったんですが、一番注目している自治体どこですかって聞いたら、担当者はそりゃ豊岡ですよ、何言ってるんですかみたいな形でですね、私に話をしたほど豊岡の取り組みすごいんですが、中貝市長、そうは言っても、はい、今日聞いてくださってる皆さん全員が業界関係者というわけではないの で、はい、そうですね、簡単にご用意いただいている資料で、豊岡の取り組みを10分ぐらいでご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、はい、ちょっと過ぎるかもしれませんけども、私が引き出したいのであんまり喋りすぎないで、はい、ぜひ10分ぐらいでコンパクトにまとめていただければと思います。わかりました、ね、動きました。兵庫県、はい、兵庫県、はい、ここですね、はい、日本海に面した町で、人口8万人ぐらいのところです。で、小さな世界都市を目指しています。で、人口規模は小さくても世界の人々から尊敬され尊重される町です。で、この小さな私たちはローカルと訳しています。豊岡という地域に深く根ざして世界で輝く、で、そのことを通じて小さくてもいいのだ、堂々たる態度の町を作ろうということですね。まあ、いわば世界に飛び立つわけですからエンジンが必要です。で、今日はこの3つのエンジンをお話をいたします。まずはコウノトリも住める豊かな環境を作るということですね。羽を広げると2メートルもある白い大きな鳥がコウノトリです。で、かつては日本の各地で見られる鳥でした。こんな風に人間とコウノトリが本当に近くで暮らしていました。しかし環境破壊によってコウノトリは日本の空から消えます。